はい、皆さんこんにちは。社長革命の後藤です。少し前にもお伝えしたかと思いますが、 Zoom で自撮りして朝礼を私どもではやっております。その簡単なやり方、これ無料でできますので、簡単なやり方を お伝えしたいと思います。どうぞお楽しみください。はい、それでは、Zoom 朝礼動画の作り方ですね。まずアプリ、こちらの Zoom のアプリをクリックします。立ち上がります。新規ミーティングをクリックします。そうすると、まあ、Zoom ですので、まあ、テレビ会議のようなものなので、お互いに顔が出てきます。相手がいる場合には、こちらに相手が何人かずらずらずらと出てくる場合がありますので、まあ、これを私は自撮りをして朝礼に流用しようと、まあ、こういうわけでその説明をさせていただきます。まずこちら、まず見といてください。ミーティング終了というのを後でここをクリックしますので覚えておいてください。動画を録画しなければいけませんので、こちらを録画します。クリックします。はい、そうするとここに音が出てませんよという警告が出るので、これをクリックを解除します。はい、でこれで動画が始まり、録画が始まりました。はい、録画が始まった中で、次は画面の共有、朝礼ですので顔だけ出しててもしょうがありませんので、画面どんな内容にするか、このパソコンの内容を動画に取り込むということです。ここで画面の共有をしていますので、録画が始まっております。朝礼ですので、その画面の、私のパソコンの画面をみんなに共有しなければいけません。それがいいところですので、はい、Google、 例えば今日のニュースはこんなことがありますということで、画面共有しながら、まあ、今コロナウイルスですけど、今大変ですねというようなお話のニュースの話題、それから、社長革命という、私は YouTube やっておりますが、こんなのが出ております、こんな人が来ておりますというような朝礼を、朝礼での共有があります。また、あらかじめ PowerPoint だとかキーノートで作っておいて、スライドでやってもいいかもしれないですね。でもこんな感じで、おはようございます、お正月あるいは夏休みの思い出はどうでしたかなど、あるいは昨日はこんなセミナーがありましたので行ってきましたので簡単に紹介します。最近はネットからリアルの時代ですと、こんなような話題でパワーポイントでスライドでしてもいいかもしれませんね。最後には今日も元気でいきましょうと、まあ、こんな感じです。それを今度はサイボーズで配信します。でも別にサイボーズでなくても、メールの一斉同胞でも添付していいかもしれません。じゃ、そのやり方を説明します。まず内容が終わりましたら、ここですね、ここで共有の停止をクリックします。先ほどの画面に戻ります。そうするとここ、ね、ここでミーティングの終了、ここを押します。で、全員ミーティング終了。さらにそうするとここで記録が始まります。動画を保存します。まあ、長いと時間かかりますけど、待っております。はい、動画終わりました。まあ、一度確認して、これですね、一度確認しています。ちょっと見ると今の動画を確認することができ、はい、やってますね、大丈夫だなということでしたら、これを一度クリックして、今度これを配信します。添付して配信します。そのやり方をお知らせします。はい、先ほどのサイボーズ、あるいはメールに添付して送りますが、このサイボーズで、サイボーズの場合こんな、こういうふうにできますね。ちょっと見てください。はい、サイボーズの場合には個人フォルダを送信をするということですね。送信を送って、ここにドロップ&ドラッグ&ドロップ、簡単にできます。これでビーピッ と一瞬、ほぼ一瞬にしてアップされて、ここに例えば今日でしたら2月の何日の朝礼、あるいはこんなこと話しますというようなことで、これを配信すればいいわけです。今日のちょっと見てみましょうか。今日の配信です。今日は2月の16日ですが、朝礼で、こんなような形で配信しました。ここに貼り付けてありますね。内容がこんなことです、こんなことについて動画にしました、いうことで、今19人のうち10人がすでに見ていると、まあ、こんな風に朝礼の動画が配信されます。簡単にできますので、ぜひ Zoom の応用編ですが、自撮りをして朝礼に活用してください。はい、ありがとうございます。